吉田昭弘は、地方競馬の金沢競馬場、佐藤茂る級所属の騎手である。勝負服の柄は、ドアを、赤十字だすき、袖白、赤縦島。浦裏は競馬では黒、袖大団一本輪。神奈川県出身。血液が旅がた。2000年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、上山競馬場、佐藤茂る級からデビュー。 同年4月29日、第2回上野山競馬1日目第5競争 C4、白海条件戦浅草フォティで初起場初勝利。上山時代の公式ニックネームは赤い狼吉田。2001年11月18日第3回福島、競馬8日目第9競争福島2歳ステークスを、東進クイーンで中央競馬初起場。 2003年3月31日をもって、上山競馬場が廃止されたため、浦和競馬場、小島一郎厩舎に移籍。2004年地方競馬通算100勝達成。2005年8月に、騎士免許返上。上山時代に、所属の佐藤茂調教師が、金沢競馬場に移籍していたため、騎士会の内規に従い休務員をしながら、 騎士免許の再取得を目指し、2007年1月1日付で騎士免許再取得。同年4月1日第1回金沢競馬1日目、第4競争3歳、A2 組条件戦丸8ヘラクレスで、騎乗再開し、翌4月2日、第1回金沢競馬2日目第1競争 C45 組条件戦を、ノーブルレディで優勝し、金沢競馬での初勝利を挙げた。 2007年10月14日、第14回金沢競馬1日目第11競争、第42回サラブレッド対象点を、三河のボスで逃げ切り優勝、重賞発制覇。2008年地方競馬通算200勝達成。2009年4月7日、第1回金沢競馬2日目第4競争 C32 組条件戦で一番人気、東証スワットに起場していたが落馬し負傷。 同年5月24日、第4回金沢競馬3日目第3競争 C22 組条件戦、ジャイコで起乗を再開した。2010年8月1日第10回金沢競馬1日目、第6競争の都会用新総水特別を、宮野トライアンで優勝し、2760戦目で、地方競馬通算400勝達成。上山競馬廃止後移籍した浦和競馬では、 非常回数も少なく非常に低迷していたが、金沢競馬移籍後2年目からリーディング争いに加わるなど躍進。移籍は大成功だった。2011年地方競馬通算500勝達成。2012年地方競馬通算600勝達成。10月5日と10月19日にスーパージョッキーズトライアルに初出場。第1ステージでは 12P。 第2ステージでは 17B、合計29ポイントを獲得し、総合7位。2012年度、リーディング獲得2013年地方競馬通算700勝、達成。2013年度、リーディング獲得2014年6月8日、第6回金沢競馬1日目第7競争、東昇パシオンで、地方競馬通算800勝達成。 2015年3月22日レース中に、馬が前のめりに転倒して落ち、後続の馬に頭を蹴られた。病院に搬送された時には意識はなく、10時間、あまりにも及ぶ緊急手術で、一命は取り止めたが、脳座症と診断され、医師から、もう騎手は難しいと告げられた。騎手生命を危ぶまれたが、リハビリとトレーニング成果を出し、 翌年7月末には馬にまたがれるようにまで回復を解けた。2016年3月20日約1年ぶりの起乗となった第8競争でいきなり白星を挙げた。2018年4月10日、金沢競馬第4日目第2競争でゴールデンパレス号に起乗し、地方競馬通算戦勝を達成。 地方通算成績5921戦戦勝2着831回3着672回。ありがとうございます。